ちょっと年取ったように見えるよって、うん、私でしょ、うん、年取ってるよ、もういろんな悩みあるからね、うん、矢野ちゃんが犬猿の中だったから、姉とともちゃんとも向き合ってくれるからって、あ、そうなんですか、あーね、腐ってるもんくれない方がいいよ、焼くんや、食ってるから、あとね、江戸吐くんじゃない、食わないよ、腐ったなんか匂い嗅いでるかな、臭くて食えねえよ。ね、あのね、ホタテとかエビ買ってきてね、自分は帰ってこないから。ね、私はそこまでやんない。ね、キャットフード、缶詰でしょ。お水があればさ、いいと思ってね。そこまでは見られないよ。ほら、食わないよ、ほら。キャットフード食べてるじゃん。キャットフード食べてるよ。匂いでいいすれば猫食わないよ。メタ買わない方がいいよ。自分でちゃんとくれられるんなら買ってきてもいいけどさ、無駄でしょ、じゃあ。無駄なことばっかりやってよ、クソじじいが。まったく。ね、ママ、あら、誰か来た。あら、行ってみて。行ってみて。誰だろう。矢野ちゃん、うん、縁になって姉ともうしっかり分かっちゃってるからって、そうな、誰だろう、誰、なんかにぎやかだね、なんかぶっ倒れるしさ、あ、人妻さん初見です、ありがとう、あ、人妻さん腐ったもんなんかタマちゃんにあげるの、洗ってくれてる、自分はパチンコばっかりしてさ、ちゃんと自分で買ったらきちんとくれるべきでしょ、ね、自分で買ってくるんだよ、誰が来てるんだろう、なんか、あ、初見ですって、ありがとう、ごめんね、竹島の日、2月22日は竹島の日だね、うん、初米の方、おい、あ、今ほう、お前行ってくれよ、早く、ちょっと待って、なんなん、行けばわかるんだよ、ちょっと待ってくださいね、なんだろう、誰も来るわけねえんだけどさ、はい、はい、なんかあれですか、あ、私足が悪くてね、はい、はい、はい、あ、滝上さんね、うん、はいはい、どうも、いくらか喋りたいななんて思って来てみた、あ、そうなんですか、うん、ごめんなさいね、いや、さっき滝上さんみたいなの行き合ってよ、あ、そう、那須原、那須原、那須原、うん、午前中行きました、私も午前中いたんだよ、あ、そうなの、あれと思ったけどマスクしたから分かんなかった、あ、だから、なんていうの、字がはっきり見えたり、うん、あのボケたり、うん、の、うん、辛いよね。ほんで今日なお寒いでしょ。寒いからね。ね、ここがね。うん、すみません。ね、お顔見えてよかった、あ。ありがとうございます。こちらこそ。ね。ね、はい、いつもありがとうございます。いえいえ、はい、お花にはみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。
しょ。ようこそ。那覇で行き合ったよな、滝上さんは。よいしょ。言葉かけようと思って行っちゃったから。じゃあ、ここを降りて。ね。何作ってる？何作ってるの？カップだよ。また TikTok に出るの？カップ作ると。おい、気まずるくんじゃねえんだよ。人が情けてんな。はい、じゃあこれ置くんだよ。何置くん？買ってきたもん。置いといていいよ、片付けるからとね。誰かと思ったよ、ね、何これ、いくつ買ってきたんこれ。カップラーメンありがとう。カップラーメンいくつ買ってきたん？麺作り。私にも買ってきてよね、麺作り好きだから。おい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 、少しは静かにしてくれ。俺買ったものを放り出して、ああもう食わねえ、やだ、もうそういうとこ怒ったん、食わねえ。それを別にしといてね、床に怒ったら食わないから。私やだ、入れないでよ、それに。やだね、入れちゃう。あんた食うよな、な床に分に分まかった、なんか汚くて食えないよ、あんた。何やってるんだよ、だらしがねえな、何やってもたくだらしがねえ。自分で食ってね。ああ、食わねえよ、ほら。なんだよそりゃ、なんだよ、なにそれ。はい、花の目だ、こんな買ってきてさ、はちゃかちゃにしてあれなんて、たるんでるからこういうことなんだよ。なんでもわかるかい。そうでしょ、だって床にこぼすなんて、ちゃかちゃに持つからだよ。頭がのたりんだよ、あんた。脳が足らねえ人はこんなもんだよね、人生。いちいちね、動くと手間ばっかりやってんだよ。ね、私のよう増やさないでよ、これ以上。悪いけどさ、本当にケチなじじいじゃん、本当に。またケチなじじいがよ、ヘドクソがよ。ヘドじじいだ、おめえ。どんどんラーメン作って向こう行け、この野郎、クソじじいが。バカだね。どうしようねえよ、本当に。全くだらしねえんだから。本当あんた食ってね、それね、タラの芽ね。おことみさんとさ、パックのもの別にしとけばさ、パックの私食べるけど、おことみさん入れたんじゃどれが落ちたんだかパックにあんだかわかんねえ。なんでそこまでノータリンなんかね。ねえ、パックに、パックのはさ、置けば私それ食べたのに。いやー、気持ち悪い。気持ち悪くてダメだ。ほら、また火つけっぱれで、どっか行っちゃったよ。まったく、二回も火つけっぱれで起き上がってよ、クソじじいがよ。またバカタレがおめえ。ケチなじじいが。酒なんか昼間から飲んでるから、テレビ見てな、バカじじいが。ほんとムカつくよ、あのじじい。はいはい、ありがとうね。クソじじいが私の家をめった増やしてどうにもなんねえよ。ねえ、ありがとうございます。クソじじいが、うん、ね、あのね、買ってきたね、あのあれなんだっけ、あのタラの芽をね、天ぷら買ってきてね、あ、パック逆さにしてね、落っことした、ここに。それでね、それをね、パックがパックでまだ入ってたから、そのままにしときゃ私食べるじゃない。落っことしたのはね、別の入れ物に入れればさ、じじいに食わして私はいいの食べられるのに、みんな一緒だから、もう私食わないよ、あれ汚いから。ね、ほんとムカつくんね。おいおい、煮立ってるよ、ほらお湯が。また火事にするよ、バカじじいだから。カップラーメン置きっぱれだよ、またね。ちょ、お湯が煮立ってるよ、止めていいんかな。
自分でやったことは責任持ってね、悪いけどね、ありがとうございますね。いや、うん、あら黒猫ちゃん今日も元気で安心って、そうえわってろ、じじいがねタラの芽の天ぷら買ってきてパックを落としてろね、ムカつくんね、うん、ゆうさんがバカ野郎だバカ野郎だ悪いけどって、そうだよ、くもりるちゃん火ついてる大丈夫って煮立ってろ、煮立ってても来ねんね、こういうバカったれね、おい煮立ってるよ、いいかカップラーメンほら作るんじゃないの、入れてやろうか、クソじじいが全くば、あちゃ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 入れますよ、私自分の分だけしか買ってこねんかね、私にか、私麺作り好きだからさね、ムカつくねこのじじい、大っ嫌いだよ、どこでしょう、あいよ自分で作っといてきれいんだからどうかしてるね、頭が全くそばきれいなクレーツンよね、あ、ありがとう、ゆうさん、よせさん優しいねって、あ、母さんが、しんごさん元気ですかって、うん、元気だけど帰ってこないよ、どこ行ってんだかわかんないのよね、うん、宗教ね、介入、そもじゃなくてね、うちのお友達、親戚っぱじな、私は入んないんだけどさ、でもね、私は自分の、あのな、先祖を拝んでればいいなと思うのね、うん。確かにね、いろんな宗教ありますよね。そうですね。ね。こちら、マーブルちゃんが、こんにちは、こんにちは。マキちゃん、あと、シンゴさん。で、すぐ変なものを買ってくる。そうそう。散らかすようなもんばっかり買ってくるよね。確かにそうよ。うん。いっぱいあるよ、廊下に。作っといたけどね、まだ3分経ってないよ。はい、ありがとう。ありがとうかい。ありがとうなら、芋虫は二十歳だよ、あんた。ね。芋虫は二十歳。わかる？うん。たまちゃんいるの？いるよ。うん。エホバの証人で、でもあんたわかんねえよな。ちょっと前、合間に、ね。よしえさん。うん。激怒りだったよって、そう。見たらって、そうよ。ちょうどね、タイミングが悪くてね。だってさ、買ってきたばっかりのさ、うどの天ぷらなんてうまいよね。それを床にみんなこぼしてね、少し残ってたの。それ別にすればね、パックのはパックで私食べて、床に落っこったわ、あいつが食えばいいんだからさ、混ぜちゃったからわかんないよね。うどの天ぷらって美味しいよね。うんと。な、何？まだ用があるん？あ？まだ用かい？うどん天ぷら食べれば？うん。ラーメン食べとくいいよ。麺作り入れればうまいんじゃない？ね。うん。もったいないよね、もう。だってパックをね、逆さにして買ってくるよ、いつも。普通は表とはあれがあるよね、パックパカン。また来た。何、箸取り来たん？目的はこれだよ。何、うどん食べれよ。天ぷら入れれよ。目的は箸だって、箸取り来たんだって。ね。麺長さんがほらね、戦時のことを思えばって、そうだよね、汗ってね、笑うって、まるちゃんもね、りゅうさんガム噛んでたのか。ガムじゃねえ、なんか噛んでるよね、歯がねえからなかなか噛めねえんじゃないのね、うん、じいちゃんが夫婦じゃないですかって、違うよ、うん、違いますよ、うん、ゆうさんが配信出たい、なんだよって、出たがりなんかね、年中来るんだよね、ここね、うん、まるちゃんが出た
出たがじじって飲んでるの、飲んでる、人様さん飲んでるよ。もう缶チューハイ飲んでまた買ってきたがね、ロング缶2本買ってきたよ。ねえ、カードで、私のカードでね、飲んでますよ。リュウさん、麺作り吉江さんの分はないんかって。うん、私のは作んないよ。うん。だから自分で食べてさ、あれなんじゃない。ね。こちら、あれ、あ、黒猫ちゃん、ハムハムしてて可愛いやんって。そう。あらってね。ほんで、ヒゲ。こうひご、ヒゲがすげえ、ヒゲっつら。ね。また咳してる。うん。